はい。ではですね、第1回目のコーポレートファイナンスの授業を始めていきたいと思います。皆さん、こんにちは。東洋大学経営学部経営学科の佐々木としておいています、えー。僕のコース、コーポレートファイナンスではですね、8回に分けてコーポレートファイナンスという学問について皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。で、まずはですね、えー、コーポレートファイナンスとはどういう学問なのかについて紹介していきたいかなと思います。まず、コーポレートファイナンスとはということなんですけど、 皆さん、財務戦略っていう言葉は聞いたことありますかね、えー、経営戦略とかマーケティング戦略とか、そういった言葉は聞いたことあるかもしれませんが、えー、財務っていうものにもそういった戦略っていうのがあるんですね。えー、ここでいう財務戦略というのは、企業が行う活動の中でも特にお金に関わる活動や意思決定に関する方針や計画とことを言っています。えー、会社はねあの、何を次につけてもいろいろとあのお金が必要ですよね。 企業が事業を行うためにはお金、元でとか資本金なんていう呼ばれるものが必要でして、せっかくあのいい商売のアイディアがあったり、いい技術があったりしたとしても、お金がないと何もできません。お店を始めようにもお店を借りないといけないですし、人も雇わないといけないし、材料を仕入れたり、えー、広告を売ったりとか、何にするにつけてもお金が必要なんですよね。一度お金を集めたとしても、そのお金を、えー ちゃんと有効に活用できるかというのもとても大事なところになります。稼げる投資を見極めることができないと赤字ばっかりですぐ倒産しちゃいますよね。そういったですね、会社のお金に関わる話、倒産にも関わるのは大事な話です。そういう財務活動や財務戦略をまっ扱った学問、それがですね、こちら、コープレートファイナンスというものになります。で、まあ、ファイナンスっていうのが一つ大きな学問領域としてあるんですけども、 その中の一部の学問領域の一部ということになります。で、次のスライドで学問としてファイナンスの位置づコーポレートファイナンスの位置づけをですね、見ていきたいと思います。まあ、この授業で扱うコーポレートファイナンスというのは、今のスライドにあるように、企業のお金を流れを扱った学問のことを言います。大きく分けると3つの柱,つの柱がありまして、どこから調達して何に使い、儲けを どう分配するのかといったことを主に考えていく学問ですね。なので、株式会社の中でのお金の管理の話みたいなのが中心になってきます。で、これに対して皆さんよく聞くのが証券投資というものになるかもしれません。皆さんの中でもですね、株式を使ってお金を設けようと思ったり、証券投資やっている人がいるかもしれませんね。こちらは株式や債券、社債や国債とかですね。 を使った投資に関する学問です。コープレートファイナンスとは違ってですね、企業はあんま出てこないです。投資家同士での株式の売買による儲け方とか、そういったのが中心になってくる学問です。で、他に金融論ということで、金融機関とか金融政策について学ぶ学問もありますし、もうちょっとまあ細かいところに行くと、金融工学とか保険論、年金論などもファイナンスという学問領域の一部になっています。 で、よくあの、勘違いされるんですけど、会計や簿記とかもあるんですが、そちらはあの、ファイナンスと申し訳なくて、アカウンティングっていうふうに英語でも言われるんですけど、またちょっと違う学問領域になってますね。うん、会計学や簿記はあの、記録する学問です。ファイナンスはどっちかっていうと、まあ、お金を実際にどう使っていくかみたいな、そういった、ええ、学問になっているというイメージでしょうかね。 コープレートファイナンスの目的と意義ということで、えー、まずコープレートファイナンスの目的なんですが、大きな目標としては、お金をうまくやりくりして、企業価値や株主価値を最大化させることになります。企業価値というものは何なのかと言いますと、これはあの会社としての価値、まあ、そのままですね、時価総額とかそういったものになります。株主価値の最大化というのも、株価をどんどん高めましょうという、そんなイメージで大丈夫です。で 誰のためにそういう企業価値や株主価値の最大化をしていくのかといいますと、これはですね、コーポレートファイナンスは株主の幸せのために存在する学問です。ですので、株主のために企業価値や株主価値の最大化を目指すというのがコーポレートファイナンスの目的になります。で実はですね、こう言うと皆さんびっくりするんですけども、従業員や社長や消費者のために存在する学問ではないんですね。 じゃあ彼らはどうでもいいのかなんていうふうに言うと、そんなわけじゃないです。ただし、えー、例えば従業員に対して、えー、給料を安くして、えー、夜遅くまで働かせたり、消費者に対して劣、えー、粗悪な製品を売って、一時的に利益を稼ぐなんてこともありますが、そんなことをすると、優秀な従業員がどんどん辞めていきますし、消費者も、あそこの会社のものはもう買いませんなんていうことになって、 結局は、あの、業績が落ちてしまって株価も下がりますし、最終的に株主も損をします。えー、あくまでですね、コーポレートファイナンスは確かに株主の幸せのために最終的には存在するんですが、それは他のステークホルダー、従業員や社長や消費者、他にも地域社会とかいろいろありますが、その人たちの幸せを実現した上での株主の幸せ、これが大前提ですので、そこはあの、誤解なきをしてください。で、えー、なんで株主の 幸せを一番に考えるかと言いますと、その理由は3つ、ね、2つ目のポチで、なぜなら株式会社の所有者が株主だからです。よくですね、株式会社の所有者は社長じゃないかと勘違いうされる方もいますが、それはあの小さな会社だからですかね、えー。一般的に創業者イコール株主イコール社長というふうに小さな会社ではなっています。ただ、大きな会社、上場企業とかに行くと、株主と経営者はまた別の人たちになってきます。 あくまで株式会社にお金を提供しているのは株主なので所有者というのは株主ということになっています。では次にコーポレートファイナンスを学ぶ意義について見ていきたいと思います。それはですね、企業にとってお金は人体にとっての血液と同じだということになります。どういうことかと言いますと、結局あの会社というのは お金が適切に回っていないとすぐ倒産しちゃうんですね。人の体も、えー、脳に血がいかないと脳が死んじゃって人としても死んじゃいますが、会社も一緒です。必要な部門にお金が回らないとそこの部門が死んじゃって、えー、最終的には会社全体も死んでしまうと。えー、まさにあのお金がないと何もできないし、そこをうまくやりくりしていかないと、えー、すぐ倒産しちゃう。えー、ですのでそうならないように。 コーポレートファイナンスを学んで、必要なお金はどこから持っていけば持ってくればいいのかとか、えー、お金はどこに、どこに投資すれば儲かるのかなとか、儲かったお金はどうやって次に活かしていけばいいかなという、そういったことをですね、これから皆さんと8回の授業で学んでいきたいと思います。はい。こちらがですね、えー、そう、先ほどから僕が言って、その、えー、調達と投資と、えー、分配を表した、えー、表になります。 コーポレートファイナンスの3つの柱ということで、まず1つ目は投資決定が来ます。まずは、えー、儲かる、えー、投資案を考える。何に投資れば儲かるかなと。工場を建てればいいのか、お店を出せばいいのか、それとも既にある会社を M&A で買えばいいのか、といったことを考えますし、その時に必要になるのが現在価値という考え方になります。そこで、えー、儲かる投資案を見つけることができたら次は資金調達ですね。 株主や債権者がお金を調達しようと思っても、まずはあの自分たちが有望な投資プランを持っているということを証明しないといけません。それが証明できたら株式や負債でお金を調達できますし、ゆくゆくは会社が成長していけば上場企業という選ばれた大企業になるチャンスも出てきます。そして3つ目が利益分配ですね。商売をやっていれば普通は儲かります。じゃあその儲かった利益をどう分けるのか。 株主に配当として配ってもいいですし、社内貯め込んで、翌年の投資に当ててもいいですし、そういったことを考えていくのが利益分配になります。で、この授業ではですね、最初の5回ぐらいで、まず赤い投資決定をやって、次の2回で資金調達、最後1回で利益分配という形でやっていきます。ということで、まずは、今日残りの時間でですね、投資決定のところに、 入っていいきたいと思います、えー、次ののスライドは投資決定1番、投資案の探索ですね。まずは、えー、いろんな方法で儲かる投資案を探してください。消費者が求めているものを調査したり、いろんな戦略を考えて実現していってもいいですし、あるいは、えー、原価管理や予算管理を使って、えー、投資の収益性をどんどん高めていってもいいです。 ただですね、実はこれらの3つのことというのは、実はファイナンスというよりもですね、他の分野になります。例えば、消費者を求めているもの,の調査というのはマーケティングの分野になりますし、戦略については戦略論、原価管理、予算管理といったのは管理会計の分門になります。実はですね、この授業で主にやるファイナンスとしての内容は2番以降になります。 他の学問を使って見つけてきた投資案の成果を見積もる。それが2番。3番が投資案を評価して、4番が投資案を実施するか否かを選択するという話になっていきます。で特にですね、今日はこの2番の投資の成果とは何かというところで、キャッシュフローというものについて勉強していきます。でえー、今日キャッシュフローまでやったらですね、来週は現在価値、3番の現在価値を勉強しますし、 再来週は投資評価ということで NPV 法や回収期間法、あとは4番の儲かるかどうかの判断、そこまでやっていきます。では次のスライドに行きまして、まずは投資の成果を何で計測するかという話を見ていきたいと思います。ここがコープレートファイナンスの特色,の特色が現れているところになります。で皆さんあの、 日常で生きていると、利益って言葉は聞いたことあるんじゃないでしょうかね。会社の利益がいくらだったとか、赤字だった黒字だったとか、よく日常でも使う機会があるかと思います。実はですね、コーポレートファイナンスでは、企業の儲け、つまりは投資の成果というものを見るときに、利益じゃなくって、キャッシュフローで考えていくんですね。利益とはどういうものかといいますと、収益引く費用の金額。 えー、よくイメージしやすいところですと、収益というのは売り上げが中心ですね。物を売る。コーヒー屋さんがコーヒー1杯300円で売りましたと。で、費用ってくると、コーヒーの、えー、コーヒー豆代とか来ますかね。コーヒー1杯の原価は50円でしたみたいな。そうすると、300円でコーヒーを売って、その原価50円だったんで、300-50で250円がコーヒー1杯の利益というふうに計算することができます。 えー、一方ですね、えー、そのコーヒーを売ったときに、お客さんから300円を受け取ったり、あるいはコーヒー豆代金として50円を、えー、コーヒー豆農家に、えー、支払ったりとかしたと思います。そんなふうにですね、えー、商売をすると物を買ったり売ったり、えー、あるいは人を雇っていれば給料を支払いますし、水道、光熱費とかもかかります。そんな感じで、えー、お金がどんどん人から人に流れていきますね。自分が受け取るお金もあれば、相手に。 支払うお金もあります。そういう、えー、現金の流れ、えー、これがまさにですね、ファイナンスに注目しているキャッシュフローというものになります。でこちらはですね、えー、売上や費用とはちょっと違う概念になってまして、必然的に利益とも変わっていきます。実際にお金が動いたかどうかで、えー、キャッシュフローが生まれたかどうかが判定されます。ちょっとですね、えー 簡単な取引の例を使って利益とキャッシュフローがどう違うのかと見ていきたいと思います。取引例でちょっと魚屋さんの例を見てみましょう。まずは現金払いでいきましょうかね。1番。皆さんは魚屋さんです。で、下の方に絵にあるように、漁師さんから魚を仕入れて、で、コックさんに売るという、そんな一円の取引で利益とキャッシュフローを見ていきましょう。まず丸一番。酒を1万円で仕入れて、その場で代金を現金で支払いました。 そして2番の取引で、今度はコックさんに仕入れた酒を2万円で売り、代金を現金で受け取りましたと。こんな取引です。えー、今日はこの取引をやりましたが、じゃあ、今日の利益とキャッシュフローはそれぞれいくらかなというと、皆さんわかりますかねまあちょっと考えてみてください。こんな形で考える計算的な問題も出てくるのはこの授業特徴です。では、大体いけますかね、えー、今日の利益としましてはこちら。売上としては、 2番の取引で、酒を2万円で売って、現金で受け取ってますのでね、売り上げは2万円となります。そして、その酒はもともといくらで仕入れたかというと、丸1番で1万円で仕入れてますね。なので、次の仕入れの空欄には、1万円、仕入れ1万円となります。結果的に、利益はプラスの1万円ということで、1万円の黒字が分かりますね。で、同じくキャッシュフローについてはどうでしょう 受け取った現金はいくらかというと、2番で、えー、2万円を受け取ってますね。現場で2万円受け取ってます。そして1番では現場で1万円仕入れてますので、えー、受け取った現金2万円から支払った現金1万円を引いて、えー、プラス1万円のキャッシュフローというふうになります。というふうにですね、実はあの現金払いの時は利益とキャッシュフローは一致します。えー、ただ、 そうじゃないケースが出てくるのが商売の厄介なところです。では今度、代金を後払いした場合というのを考えましょう。実はですね、商品の仕入れた時や売り上げた時というのは、お金をその場で支払わないことでは多々あります。付けというやつですね、いわゆる。専門用語だと、ポキだと売掛金とか買掛金、約束手形とかそういったものになります。 皆さんもカード払いとかしたことはありますよね。カードで買い物をしたら、実際に銀行口座がお金を引き落とされるのは1ヶ月後とか2ヶ月後になります。まさにあれです。商売ではよくある話ですね。で、こういった場合に実はキャッシュフローと利益が変わっていきます。なぜかというとですね、2番目のポチで代金をもらっていなくても利益は計算できてしまうからです。これはあの会計的にも正しい処理です。 では、先ほどの魚屋さんの例をですね、今度、付け払いで見てみましょう。付、えー、け払いの時で、丸1番。酒を1万円で仕入れたが、代金の支払いは1ヶ月後にしましたと。で、2番。で、その日のうちにすぐ仕入れた酒を2万円でコックさんに売りましたが、代金の支払いは2ヶ月後になりました。まあ、この場合と入金ですね。入金は2ヶ月後ですと。まあ、どちらも、あの、付け、あるいはカード払いと思ってもいいです。 えー、そういった場合、今日の利益ってどうなるんですかと言いますと、実はこの場合もですね、利益は計算できちゃいます。売上、えー、代金はもらってないですが、売ったのは間違いないので、売上は2万円。そして仕入れ、仕入れも支払いは1ヶ月後ですが、1万円で仕入れた間違いないので、仕入れ1万円で、えー、利益は1万円というふうに計算することができます。これはですね、 正しい処理です。会計的にも、これが本当の処理です。間違っていません。これに対して、キャッシュフローはどうでしょう受け取った現金ですが、丸2番。確かに丸2番で、先を2万円で売りましたが、お金、皆さん受け取りました。今日はまだ受け取ってないですよね。受け取るのは2ヶ月後です。ということで、今日のキャッシュフロー、今日受け取った現金は、0円。0円になります。そして、 えー、支払った現金も同様です。1番で、さっきは1万で仕入れましたが、代金の支払いは1ヶ月後にしたので、今日は支払ってません。ということは、今日の支払った現金も0円ということになります。ということは、今日1日のキャッシュフローもこれ、プラマイゼロですね。0円のキャッシュフローということで、利益は1万円ですが、えー、キャッシュフロー的には0円ということで、利益とキャッシュフローは一致しないんですね。皆さん、この取引どう思います 利益が出たということで、これはもちろん今日は黒字です。儲かってるってことになりますが、でも、お金は全然動いてないんですね。はい。えー、どちらもあの、えー、会計としてもキャッシュフローとしても計算は正しいです。ちょっと違和感がありますよね。お金は増えてないけど儲かった扱いという。これがあの、えー、利益とキャッシュフローの違いということになります。 ということで、先ほどの取引をまとめますと、実は、利益が出てもお金が動かなければキャッシュフローはゼロです。逆に、利益がゼロだったとしても、お金が動いていればキャッシュフローは発生します。プラスだったりマイナスだったりします。例えば、銀行からお金を借りると、これ、利益にはなりません。利益はゼロです。ただ、お金を銀行から借りて、お金が増えているので、キャッシュフローはプラスっていうふうになります。こんなふうにですね、 利益とキャッシュフローは全くの別物になるんですね。ということでですね、二、えー、つ目、三つ目のポチになりますが、えー、利益で投資の成果を計算する。これも確かに大事です。特に会計の方ですと利益が中心で考えていきます。利益を使った投資の成果としては ROI とか ROIC といったものが、えー、例としてあります。えー、ただ、ファイナンスでは主にキャッシュフローで投資の成果を測定するというところに、えー 特徴がありますので、ね、皆ささんも注意してくださいでこのキャッシュフローで投資の成果を測定するというのはどんな意味があるのかといいますと、次のところですね、ちなみにというところがあるんですが、実はあのキャッシュフローで見なきゃいけない理由がありまして、あの現実社会では利益が出ているのに手元にお金がなくて倒産するということが結構あります。これをですね、黒字倒産というふうに言うんですね。 えー、よく、えー、初学者の方に勘違いするのは、会社って黒字だったら儲かってるから倒産しないんじゃないかなっていうふうに思う人いらっしゃるんですが、実は黒字と倒産ってあんま関係ないです。2020年の倒産企業44.4%最終赤字っていうふうな、えー、調査がですね、東京商工リサーチの調べであるんですが、実はこれ、えー、逆に言うとですね、倒産した企業の 55.6%は黒字倒産ってことなんですね。これはあの日本の2020年の倒産企業一覧なんですけど、実は2020年は黒字倒産した企業の方が多かったんですね。毎年多少変動はありますが、これはあの大体半分ぐらいです。なんか意外だと思う人もいるかもしれませんが、実はあの会社が倒産するかどうかっていうのは利益じゃなくて、えー、お金があるかどうかです。皆さんよくご存知の Amazon という ネット通販最大手の会社がいますね。あそこも実は創業から5、6年くらいは毎年大赤字でした。でも、えー、全然倒産することもなく、赤字の間もずっとどんどん会社としては成長していって、今では GAFA、えー、と呼ばれるね、えー、世界でも有数の、えー、トップ4の会社の一つとして認められています。Amazon、えー、も、えー、最初のうちはずっと赤字でしたが、 この会社は将来性があるということで、投資家はどんどんお金を提供してくれたので、キャッシュフロー的にはプラスだったので、倒産せずに今があります。それだけですねあの、利益も大事なんですが、キャッシュフローが本当に大事です。なので、ファイナンスではキャッシュフローで投資の成果を見ていますし、会計の方もですね、21世紀に入ってから利益だけじゃなくって、キャッシュフロー計算書ということで、キャッシュフローも大事ですねというふうに変わっています。 で、えー、黒字倒産。えー、せっかくあのファイナンスの話もしてますんで、えー、黒字倒産を起きる理由についても紹介したいと思います。それはですね、お金をもらう前に支払い期日が来ちゃうからです。えー、支払わなきゃいけないお金を支払えなかったとき、それがあの倒産する瞬間です。先ほどの付け払いの話をちょっと、えー、もう一回見てみようと思います。えー、っと、付け払いですが、えー 先ほど丸一番で酒を1万円で仕入れたの、代金の支払いは1ヶ月後にして、えー、さらに、売ったに、酒の2万円も受け取りは2ヶ月後にしました。これ、あの、支払いが1ヶ月後で受け取りが2ヶ月後ですから、もしこのまま、他の取引もなしに、1ヶ月が経過するとどうなるか。それが三番になります。1ヶ月後、酒の仕入れの代金の支払い期日になりましたが、えー、2万円の入金はまだです。もちろんそれはあの2ヶ月後って言いましたが、 まだ1ヶ月先ですね。で、ここでもし手元にお金がなくって、他にあの取引もなかった場合、この瞬間にあの黒字倒産です。えー、先ほどのスライドでも見たように、丸1と丸2の時点ではプラス1万円の利益が出てました。黒字です。でも、3番で1ヶ月経って、お金がなくて支払えないと、この1ヶ月間、1万円の黒字だったにもかかわらず倒産しちゃうという、そんな風になっちゃうんですね。なので、 利益だけじゃなくて、キャッシュフローも見ておかないと倒産するという、えー、ことになっちゃうんですね。はい、皆さんも、えー、会社を始める際には、このキャッシュフローということは、よくよく注意してください。で、えー、この黒字倒産ですが、えー、防ぐためにはどうすればいいかというのを勉強して、今日はこれで終わりにしましょう。えー、簡単に言ってしまうとあの、黒字倒産を防ぐには2つ方法があります。1つは、売れ残りや在庫を減らすということですね。えー 結局、あの、売れ残りや在庫がある時点で、えー、お金をもう支払ってるってこところですね。仕入れが終わって、商品を仕入れたけど、売れ残ってて、在庫も残ってて、えー、お金が入ってくる予定がない。それでは困るわけです。できるだけそういったものを減らしましょう。で、2番。もし売れたときは、うん、早くお金をもらう。できれば現金払いがベストです。し、逆に、えー、支払いについては、できるだけ先延ばし、できるだけ付けにするという。それが、えー クラジ倒産を防ぐための方法になりますで、この黒字倒産を防ぐための指標としてですね、資金繰りの指標がありますので、これも軽く紹介しておきましょう。名前としてはキャッシュコンバージョンサイクルと言います。これは短いほど資金繰りが良くてですね、ちょっとあの、えー、計算については省略させていただきますが、えー、後で興味あれば調べてみてください。えーまあ、この辺のことを注意していただければ、黒字倒産は防げます。 ただ、えー、言うのは簡単でやるのは難しいです、えー。売れ残りを減らせるっていうのは最初からもう、えー、やってますよね。会社だって売れ残りさせたくて売れ残らさせてるわけではありません。頑張って売ろうとしてきゃ残っちゃうし、えー、在庫を減らすというのは、えー、逆に言うとあの消去を逃す。買いたいとお客さんに出た時にもう在庫がありませんで、えー、売るチャンスを逃しちゃう可能性もつながります。また、えー 相手だって代金を早く払ってもらいたいし、えー、遅く支払いたいんですね。相手だって黒字倒産を防ぎたいし、えー、その辺、やっぱりですね、えー、早くお金をもらえるのかどうかとかは、相手とのパワーバランスによって変わってきちゃうわけですね。はい。えー、ということで、えー、今日の授業は以上となります。来週はですね、現在価値の計算ということで、えー、電卓を使った計算が出てきますので、えー、電卓を用意を お忘れなく。よろしくお願いします。では、皆様お疲れ様でした。